しっかりと資金管理をしたいなら、固定されてる支払いしろ。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。家賃や水道光熱費、通信費など生活に必要な支払いがあります。それらの支払いは毎月支払い額が決まっているものと毎月変動するものの二つに分けられます。水道光熱費など変動する支払いは使用する量を減らすことで調整している人は多いですよね。そのため変動する支払いに関しては敏感なんです。では毎月支払いが決まっている固定費はどうでしょうか？固定費は家賃だけだと思っているかもしれませんが、サブスクはどうですか？動画配信サービスや電子書籍の読み放題、高機能アプリなどで毎月決まった金額の支払いをしていることが抜けてませんか？そんな固定費を管理するために、固定費チェッカーというアプリを試してください。変動費に加えて、固定費も管理することが資金管理には重要なんですよ。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。